細胞生物学であったり生命科学の教科書をこう開いてみますと、そして細胞の中がどうなってるかっていうのを調べてみますと、細胞の中にはミトコンドリアや細胞核といった細胞内小器官オルガネラというものが示されていると思います。このような古典的な細胞内の小器官というのは膜に包まれているということが分かっているんですけれども、近年その膜に包まれていない細胞の中で分子が集まってできた構造体というのが多数見つかってきています。でこの膜を持たない細胞の中の分子アセンブリ構造体というのはですね、水の中の油滴のようにですねと同様の総分離という物理プロセスによって形成されているということも分かってきています。で我々の研究室ではこの新しく見つかってきた細胞の中の分子アセンブリというのが細胞の中でいつどこで形成されてどのような生物学的な機能を持っているのか、またその疾患にどのように関与しているかということに興味を持って研究をしています。我々の研究室で一つ注目しているのが分子アセンブリが関与しているとされている遺伝子発現です。この分子アセンブリを操作することによって遺伝子発現を制御できるのではないかというふうに考えています。この遺伝子発現を操作する技術を開発することで細胞の分化脱分化といった細胞リプログラミングの根本的なメカニズムというのを分子レベルから明らかにしていきたいというふうに考えています。でこのような技術を介しまして、これまでにない定量性の高くそして操作性の良い次世代の iPS 細胞作成技術の開発につなげていきたいというふうに考えています。また一方でこの遺伝子発現というのは分子アセンブリーが持っている可能性の一つに過ぎないというふうに考えています。で iPS 細胞研究に貢献するのはもちろんのことなんですけれども、分子アセンブリーが関与するさまざまな生命現象の解明を通してですね、生命科学に広く広がっていくような研究を展開していきたいというふうに考えています。このような研究を通して究極的には生物学におけるセントラルドグマのような原理ルールといったものを発見したいというふうに考えています。